はい、どうも、ビーモールです。出たよ。出たよ。ほら、そうなるやろ。吉野部選手が投げた日にさ、そうやってまたさ、もう、ゼロ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 、申し訳程度の1点ゼロゼロ。おどん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 家です。家です、ここ。もう、棒もクソもありません。ええ。さすがにここで叫んでね、住みづらくなるのも嫌なんでね。ただね、この気持ちをね、押し殺すという方が無理なんですよ。おいおいおい岡谷吉野選手、今日もやってくれるというピッチングだったわけですけども、2回の裏、これまた、やられましたよ。松田信弘選手。なんかもう打たれる気がしたんですよね。松田選手もに関しても、これ理論を超越したバッティングをしてくるんですよ。うん。まあ、それまでどんだけね、打率が低くても、どれだけいい場面で打たなくても、なぜかオリックス戦の、しかもこのチャンスになったら、なかなかの確率で打ってくるんですよね。どないなものか。さすがにちょっと俺も松田選手、いやちょっと本当にトラウマというか、もう松田選手だけでなく、もう本当にピザクックアンチですね。もうピザクックのアンチです、僕も。うん。しかし、吉野選手も今日もね、まあ、絶好調と言わないまでもね、普通に、うん。ちょっと悪い時に吉野選手ぐらいのね、まあ、本当に全然ね、まあ、5回までは、ゼロにね、そこまで抑えてくれたわけですけども、まあ今日も援護がないと。うん。それはね、1対0で援護がなければ、それ流れはね、まあそれ弱いチームが相手ってわかる。強いチームとの投手戦で、こちらからその得点拒否をしていれば、それはね、絶対流れを持ってくるんですよ、強いチームは。6回、山本由伸選手、中村晃選手にタイムリーを打たれ。そしてまた松田選手にね、繋がれ。そして次また、甲斐キャノンにタイムリーを打たれ。この回、2失点で、途中で降板、なんと、ソフトバンクに由伸選手 KO されてしまいました。だからこれもね、本当にもう普通に大炎上ですね。由伸選手だからとかじゃなくて、これは人間レベルのピッチングしてますわ、これ。うん、人間レベルで大炎上、これは。これも全て俺は今日無援護が悪いと思っとる。そして7回の裏。これ柳田選手が、これ、何やのバッティング。あ、ギータ、何や、それ。うん。最近ちょっとおとなしくしてて、もう人間ちゃうかと思わせといてさ、何やの打球。うん、ツーベース。ちょこんと合わせてさ、フェンスギャマに飛んでって。うん。だから宇宙人やねっつって。ほんなら宇宙人な隠しきれてへんねんって。打球は人間じゃ打てへんねんって。バレバレやぞ。うん。もう宇宙人なしてるからな。反則や。その次、グラシアル選手が、まだヒットを打って、まあ、完全にね、セカンドランナー変えれるあたりだったんですけど、柳田選手なんと、サードでストップしました。おっと、これはまた人間に戻ったぞと。うん。何やその走塁はと。あれは確実にいけるそう、打球やないかと。うん。これが弱いチームのね、まあ、ソフトバンク弱いと言ってるわけじゃないけど、これはちょっと強いチームの走塁と言えないと。これはちょっとね、流れ物にさせてもらおうと思ったらね、次、栗原選手の、あっさいあっさい。ファールフライで柳田選手、普通に帰ってきて犠牲フライ、1点入りました。おや、何強いチームのそれしとぶー8回表には申し訳程度のゴールの感度が1点、うん、本当にこれの追いつかない程度の反撃もこれ弱いチームの点取り方なんですよ。結局4対1で負けて、今日のヒーローが松田選手と、先発和田選手、40歳を超えた和田選手。もうこのコンビになんでやられ続けてるんですか、オリックスは。うん。俺がもう小学生の頃からずっとこのコンビにやられ続けて、もはや15年ぐらい。うん。何も変わっとらないかと。うん。これ15年前のオリックスファンに見せても納得するよ、これ。うん。松田選手と和田選手にいつも通りやられてさ、で、それに加えて、なんか変な宇宙人とキューバ人がおるな、つって。うん。それだけで何も驚かへんの、こんな。うん。だから、そうやって変わらんから、ということで、明日は増井さん対武田選手。まあ、前武田選手にちょっとやられてしまってるんで、これちょっと増井さん、できるだけね、長い回を投げてもらって、まだ投手戦にね、なるんですかね、明日は。優勝してもらいましょう。ビームでした。